そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。Foda-se! Yeah!
素晴らしい味だ。モレノに行きましょう。いちいち小柄な連中を相手にしちゃったらキリがあれやせんで。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。You got a beef.話した隙にうちの子がおらんようになってどこ行ったんじゃろうか。うちの電話番号教えるけ、もし見かけたら教えてください。わかった、任せろ。
った。よう。おかげさまでね。そりゃよかった。ん？もし人手が足り、え？ファイターがか。この前戦った時に思ったんだ。だからカズマ、それに。わかった。任せといてくれよ。それじゃあよろしく、カズマ君。カズマ君、豆腐いかがかな？毎度ありがとう。またのご来店待ってるぜ。どうした？お前迷子か？うん、よし、親に連絡するか。おかげで助かりました。ありがとうございます。なんだ？そうだな。来い。うまそうだな。うまそうだな。行ってしまった。Como é que eu vou pra ali, bro? Então tem que ser do outro lado depois. Não.
し。そうだな。ほーら、うまそうだな。うまそうだな。行ってしまった。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おお、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城も無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城君から知らせもらった。あったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのに、こんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても、座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで、嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で抗争中の組織にとって
じゃけ、小清水の頭がおや…ほいじゃ、もしかしておやさん、ハル…じゃったら清美さんに…キヨちゃんを巻き込みたく…いや…全今確かに…くそ…おやさん…どこにハルトを連れ出したんじゃ。桐生さん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でも、それより、え、カムロ町で染谷と、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃなる。あの人、染谷は登場界の六代目を終わはめられた六代目は、すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて、染谷から、私は昔から逃げてばかりなの。この何もない町がずっと嫌だ。向こうでは初めから水商売だ。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見た東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳。そして肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、しかもその人の後ろにはヤクザ。そのヤクザが、うん、違うの。うん、ソメヤも客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているの。その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好、もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え、俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あのソメヤとそがなことが。ナゴモ君、私のことを幻滅したでしょ。この町を捨てて
東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あるけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。Abandonou o filho, nice. あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。Todos aqui são savages, todos são Yakuza. だから、あの子の母親だなんていう資格は、私にはもうないの。何を言うるなら、このバカタレが。カラト、ああ、クイズ。あんたは何ちゅうバカなんじゃ、あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ、今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが動画してでも染谷から娘を取り戻した。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃが、あんたに小顔なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっち、いえ、今はうちのおやっさんをさ、わしは広瀬一家の留守。あの頭、何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそどこでもええけ、しがみつぶしに。どこか心当たり。まあ
お前らもなんか。へい。なあこともなですわ。そうじゃ。スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かに、あそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。キリュウの兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんすけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやっさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやっさん鍵持ってねえんだっけ。そいや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやっさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロはおやさんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。キリュウの兄貴、ここ出るんすか。表にはまだ本家の。いや、俺一人。一人で行く。俺と違ってお前らはこれ以上上に弓引かねえ方がいい。しつけがなくてね。
ちょっとすまない。ええ、広瀬一家の、ん、おや、ああそうだ、今日は来とりません。いや、ちょっとどうせまたどっかぶらついとるんじゃない。あ、そうじゃ、ん、どうした。親分に先月のつけ、まったく、ああ、わ、しばらく寝てろ。なんだ。そうだな。来い。うまそうだな。うまそうだな。行ってしまった。ママ。ええ、そ、ちょっと見せてもらうぞ。
何か分かった？いや、親分が携帯も…いえ、ずいぶん前からも…そういえば、いつもデータを初期化…遊んでるのがバレると、めんどくさい…そうか…そうだな。うまそうだな。ほーら、うまそうだな。行ってしまった。そうだな。よーし、いい子だ。十分懐いたな。よし、桐生だ。ありがとうございます。尾道だ。尾道。いや。ああ、はいはい。なんだお前。猫な。言いましたけど。わかりました。お少々お待ちくださいね。では。ニャンニャンサボンのバイトのものです。ね、また懐いた猫がいます。時間食っちまった。
ドレキリュー小川んとこにおった陽明連広瀬のじお前らはなんで広瀬ふんグダグダ話すよりここで蹴りつけた堂島の竜がなんぼのもんか見せてみや今さら何言ってやるそうじゃったら殺せや俺殺せはよやらんかくだらねえ芝居はよせ大声出してお前らなんで知らんわ広瀬とそれしか知らんほんまじゃフッ俺には陽明連合会なんてどうでもいいちょうど潮時だなおいマス添えを知っているなあいつは今どうしてるマス添えのおじき東京の仕事ってのは道場会の染めやとなるほど何の話じゃいずれお前らに踊れこれ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ったろいらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。Yeah!
間食っちまった。いらっしゃいま。ありがとうございました。
スナック砂時計、すまない。あんた、この店の人か。あら、初めてのお客さん。うちはめったに店開けとらんのに。よう、こがなとこ。それとも、このマッチを持ってた人を探してるんだ。 He can't. How's it going? 広瀬一家の親分なんだが。 Hey, Lisa. 最近この店に来なかったか。 He... 思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のことを誰から？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時、赤ん坊を連れてたか。ええー、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。初乗り。そうですか。またよろしくお願いしますね。What is up? Not much.時間食っちまった。
手間取らせやがって。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があった。マジマワナビ。とある赤ん坊を探しとる。Oh my god。あんた、じいさんの居所、知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら、知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。終わらせてやるよ。
did pretty well, I see. まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。Think we finally gonna find out why Haruto is important. Haruto, that'll be good. Koshimizu, そのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやっさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしら今までしょうがのこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。ああ、I knew it. Knew what? I was right about Haruto's father.As was I. You could tell it was probably Yuta from the start. Hmm? Ore ra no me no mai ni zutto ita soitsu ga Sawamura Haruto no chichoya da.
It's funny that he was always with him, but didn't say anything. Oh, I spent the night with Haruka as well. No. Yeah, like, jeez. Years ago. その人、ゆうべお店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。え？ずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろう。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、ハルカちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も。
本当分かってる。Sorry。あの、多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。So basically, Yuta caught a paparazzi, and because he took some pictures, he turned him into a pulp. Yeah. Fair. 僕に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。I think it's fair, right? でも俺らは、これからもずっと。何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんな、はるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん。気まずいだろうから、俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ。できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。嘘じゃろ。ユータ、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか。こら。Yes, tell us the dirty. すみません。お前が、はるかと。なんで言わんかったっけ、このバカタレ。心当たりがあったんじゃろが。それを…なんでじゃ辰川がハルトの父親だって話だったからまさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その…ゴムとかつけんかったんか。What did he say? He said to you that when you were with Haruka, you didn't think to bag it up. Like, what? It means wear a condom. Oh. Yeah. And then he kicked him? I mean, yes. It was actually me, right? Yeah. 嘘じゃろ?嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ。How did one time? Just one time. 今そんなことしてる場合じゃねえ。親分。俺には腑に落ちません。ユータ本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。と、確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ。な、そうだろう。
なんじゃ踊れ。お前は増添。なんでお前がここに。増添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と辰川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの。This guy is,老の息子はジミー・ロー。3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。キリュウさんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスオエよ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時、なるほど、後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と辰川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。
それが最妖怪から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、最妖怪に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ、俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから馴れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に上げされた。What? そして組織は雄太を最良界の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。Not really, it's just the gun. 俺らの隠したヘマが
バレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうか。ああ、あのローガー、そんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。一体何がどうなっとる。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。
何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカたれ。俺が知ってることはこれで全部です、広瀬さん。約束通り、俺をかくまってもらえるよう、クルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。They're throwing the baby around like a. What? Not kidding. Jesus Christ. Like, what the hell is this? American football, I see. But with the baby, this with is the baby. Oh no. Oh my god. Okay, throw it, quarterback. He's trying to do it. Yeah. Oh my god. Here comes the patriarch. Yeah. Naruto's face is just like.
Okay. We're gonna score. Throw the baby again. Boom. Eh? Look at all the Suggs just watching as he is playing. That's quite the long pause. Oh my. Gnome은 건들지 마라. 내가 직접 처리한다. 와우, this guy. 오마이. 한준키. 난데 오마이가 ここに? 그사. そこどけ! 邪魔だ!아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키리사, 아나타와 이런 형태로 재회하지는 않았다. 오늘은 이것으로 실례합니다. 유타. 아, 아니키. 하루토가 どうなった? それが 俺も 途中で はぐれちまったんで 하루토のことは 頭が 連れて 逃げてます. うまく 連中を どうなったか 分かる? でも 組の事務所で 待ってれば 連絡があると思います. いらっしゃいませ。
うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。兄貴、兄貴。俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルト。堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後船に乗り込みよった。船って、それなんでソガーにすぐに諦める。いいわけないでしょう。けど急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのマジでわけわかんねえ。しっかりせんかバカだれ。今いいのの奴に船、あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとった。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊。兄貴、聞いての通りじゃ。おやっさんたちも向かっております。ああ。おい、何しとるんじゃ、ユータ。何しとるんじゃ、ユータ。踊れ、ふぬけとる場合か。ユウタ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊さらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ、南雲たちのようにな。なのに今、お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だが、どっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。 Where is Zinsadings? その時は二度と。 No, actually, maybe 俺の前に It's just not online today, but it is strange. I would have expected to see him by now.
Maybe you got a job. わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれた。 Just kidding. Just kidding. Maybe you went out for a stretch or something. 兄貴、Don't know. いいのが船を出しとるはずじゃ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。でも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ。俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもションベンも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ。早う乗れや、このバカだれ。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。仲間が怪しい船を見たそうじゃ。
間違いないで。赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった。どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうなよ忠平。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。間違いね。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見常雄だろう。親分、俺にはまだよくわからん。なんだこの尾道と西洋会とのつながり。ん、ユータはガキの頃から舛添へ携わって兵配図の西洋会と尾道の間にはつ、さすがだけど因縁はあんたが思ってるうちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年いとらんじゃろ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だ。西洋会は老に代替わりして。30年、その時二つの組織をつないだのがさ、ヘイハイツの一行ビジネスだよ。え、ヘイハイツってのは戸籍のない中国。老はその子たちを尾道クルス会長がその受け入れを頼まれ、しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人のざっと1万人ぐらいの子がそうやって、それも若い頃はその事業を手伝う。おやっさんも。お前に言ってねえことなんか。親分、そ、岩見常雄もか。ん、ああそうか。それがおの、その因縁じゃったらもう一つあるじゃろが兄貴。うん、これアジア街で老が中国語でつぶやいとったおの美人な生長者不能。なんだそれ。いや、わし、なんなら。クルス会長がやたら政治家に顔が、地元の政治家だけど昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長尾道の秘密っちゅうのは。なんじゃその昭和の。もしかして大道寺稔すか。大道寺。おお、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつ嫌われ者の爺さんですが、陰で日本の政治はオイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって。おお、兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやら。あそこにある。よ、キリュウさん、悪い。ええ、もちなあ、お嬢、俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ、まあ坊主のこと頼むよ。それとさ、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが、あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったの。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます。親分、almost seems like a Resident Evil game. Yeah. Thanks.
キリの兄貴。お前ら、行くぞ。テープ、ベックだろ。先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱う。ですが今日はお招きしたおの上で、それさえ済めばハルト君は傷一つ。俺たちに嫌だ。正確に言えばそれができるのはユータ君だけです。最妖怪の老を殺すように。なんだと。ユータ君なら父親である老を警戒するが、我々には老の所在をつかむことさえ非常に。実際アジア外にあなた方が乗り、あの老が姿を現したのは、そういうこともある。ユータに老を殺させるために。期限は3日。ユータ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしハルトを殺すの、まだ言葉も喋れない。お前のスポーツマンシップであれば、男として美しくありたいとか抜かしてない。くったらねえ真似する前に俺とケリをつけろ。アンジュンギ、こっから先お前の前も男だった。聞いてんのか。わかりました。ケリさんがお一人でいらっしゃるとあっては、お迎え私のところまでたどりお待ちしています。
キリュウの兄貴、どう聞いてた通りだ。兄貴、いかんですって。いくら兄貴でも全員で行けば、他の交渉材料を思いつく時があるとは。必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。素晴らしい味だ。なんという味だ。素晴らしい味だ。Winning or failing? Me? Yeah. Not dead yet, but will be. Used my last death defiance. And it's not looking very good. Yeah!
ハルト。おっしゃってた通り、そっちは何人いても構わない。あ、どの道人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つ、お前らをバックから動かしているのは、ええ、アジア外の火事があった後、東上界と西洋界の構想を煽れ。なるほど。その見返りに受け取った金で。彼は金払いのいい男です。こちらもあいにくローは取り逃しましたが。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君がさ。何だと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、ユータ君にローへ。なる。なんで達川は。達川君はドジを踏んだ。あの事故の数日前、達川君は身を隠していた彼女には衝撃。しかし達川君は何よりも、ま、組織に逆らってでも彼女たちを、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと、その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに。その上達川君は彼女に赤ん坊を釣る。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。達川は沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ。しかし裕太君を刺客として牢へ放、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町ならたとえ悲鳴を上げられようが、そしてあのカムロ町のある地下駐車場で達川、その車に乗せさえすれば達川は彼の。しかしだからこそ沢村遥は、そしてもう하고있는거야。もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩き。しかし彼女は、母親の強さというのはた。そうか、あれは事故だ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いた。半純喜、お前がそこまで話すってことは。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒ですが、ここに我々を止める者はもう誰も。思う存分殺。望むところだ。これが人軍派の最後の花火だ。
また世話悪かったな、ハルト。キリエさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおも牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。Shot through the head. Shot through the head? What? He was shot in the head, this guy. This guy is dead, yeah. With the shot, with the bullet to the head as well. The secret of Onomichi.兄貴、ようこ…ハルトは…ごめんな。ごめんな、ハルト。怖かったよな。おう、やるぞ、もう。帰るぞ。犯人か。ああ。誰に犯人はその後…そいつも常夫の手のしくじった半純儀に撃たれる前、半純尾道の秘密を隠しているの。西洋界の牢もその秘密ってのは岩見常夫や西洋界の殺し合いに。ほいじゃ、うちの会長が何もかも…いや、クルス会長、特に常夫ってのは見かけほど。どういうことです。もともと会長はつで、陽明連合会の後目は小清水に。ところがどっこい、いつの間にか常夫はその小清水を手なずき。岩見常夫はありがちな野心家の二代目だけ。クルス会長も苦い顔。親分はクルス会長とは。まあ茶の。え、年取るとじじい同士でしか。ただそれでも俺は尾道の秘密なんていまいちピンと。ありもしない秘密が。あの、それより兄、ここに置いとってもまた本家の連中に。とりあえず今夜は俺のアパートに。お前も来い。いいんすか。ああ、ありがとうございます。